ェです。ラザーニャを作るために欠かせないミートソースを今日は作りたいと思います。元祖ボローニャ風伝統のミートソースですのでご期待ください。工程としては1時間半ほどかけて野菜を入れたトマトソースを煮込んだ後にお肉をひいてソースに混ぜ合わせます。ステップ1、トマトソース作り。皮むきトマトの缶を2缶、私が好きなのはムッティというメーカーです。こちらをお鍋に入れます。まだ少し残っているので水を足して混ぜて入れましょう。ソースに入れる野菜は人参2本にセロリ3本です。ではまず人参2本を刻みます。刻んだ人参はお鍋に入れます。次にセロリ3本刻みます。お気づきになったかと思いますが、私はミートソースに玉ねぎを使わないんです。そして野菜を油で炒めません。その方が消化に良くて胸焼けがしないからです。ですからお腹にも優しいミートソースなんですよ。セロリもお鍋に入れます。1時間半ほどかけて煮込みます。粗塩を少々入れます。では煮込みスタートです。沸騰したら火を少し弱めます。この状態をキープして弱火で煮込んでいきます。時々混ぜたり様子を見てください。ステップ2、自家製ひき肉と調理。豚肉約1キロと生ハム250グラムを用意しました。ひき肉にする前に適当な形に切っていきます。こちらは生ハムです。250グラム。次に豚肉を適当な大きさに切っていきます。白い油のところは捨てます。ではお肉を引きましょう。50年も使っているこのひき肉機、まだ元気で頑張ってくれています。ひき肉完了。少し大きめのお鍋にオリーブオイルとバター20グラムを入れます。バターが溶けてきたら先ほど引いた肉を鍋の中に入れます。
お肉がまんべんなく焼けるまで中をかき混ぜます。お肉がまんべんなく焼けたらコップ一杯の牛乳を入れます。粗塩をほんの少しかけます。生ハムには塩分があるため塩は控えめで大丈夫です。少し弱火にしましょう。中を開けるような感じでよくかき混ぜてくださいね。5分ぐらいこのまま火にかけておきます。ステップ3、ひき肉とトマトソースを混ぜる。ステップ1で作ったトマトソースをフードミルまたはムーランを使ってこしながら、ステップ2で作ったひき肉のお鍋に混ぜ合わせます。トマトが残らないように何度もこします。ほら見てください、最後ムーランには野菜のカスだけが残りました。お肉のお鍋にトマトソースが加わりました。このまま弱火で1時間煮込みます。その間も気にかけて時々かき混ぜてくださいね。ミートソースが出来上がりました。イエーイ。出来上がったミートソースを今日はリガトーネパスタでいただきます。美味しい。このミートソースを使って次回はラザニアを作りましょうね。最後までのご視聴ありがとうございました。ではまた、アラプロッシマ、チャオチャオ。